村林一期は、大阪府堺市東区出身のプロ野球選手。宇藤右内。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。小学校1年から、母大ホルコンズで野球を始め、小学5年から、三原ベアーズへ。堺市立南八下中学校から、大阪府立大塚高等学校へ進学。1年から、ショート兼ピッチャーでレギュラーをつかみ、2年の秋には4番で、 AS となった。3年の夏の第97回全国高等学校野球選手権大阪大会では初戦の大正大高校戦で中盤足を釣りながらも12回3失点と高等したが敗退。2015年10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに7巡目で野手として指名され契約金2000万円。 年俸500万円で合意、入団。背番号は66に決まった。大塚高校からは初のプロ野球選手となった。2016年、主に育成試合や2軍で過ごす。ファームでは三塁手として7試合、遊撃手として16試合に出場し、25打席に立ったが、ヒットは1本も打てなかった。2017年、2軍ではショートでレギュラーとなり、 リーグトップの119試合に出場、打率246を記録した。9月28日に初めて1軍に登録され、試合には出場せず9月30日に抹消されたが、最終戦となった10月10日に再び1軍、登録され、9番ショートでスタメン出場。初打席で初ヒットを放った。ありがとうございます。